セラミックの電気温灸器、セイリンのですけど、この先の形を見てください。なかなかこうツボをうまく刺激してくれそうな、でどこを刺激したら良さそうかなというと、この指先の清潔を刺激するのにはとてもいい角度と形をしてるんですね。で、まあ、電源入れていただいて、まあ、設定温度はまあいろいろです。最高の55度でもいいし、まあ子供とかこう皮膚が敏感な人は、まあ、これ何度ですか、43度でもいけますので、それで、まあ、これから秋になって風邪ひきましたとかですね、インフルエンザとかコロナとかいろいろな交感神経興奮の症状が出たりします。その時には例えば人差し指の、ところを大腸系使用したり、呼吸器系ですから背景のこの H 腸、ここを刺激したりとかですね。で、意外に問題ありそうなやった方がいいところっていうのは、こうやってもあんま熱く感じないんですね。で、こう何秒で熱く感じるかなっていう1、2、3、4、5、6、8、9、10、こういう数数えてもらっても、あ、ここは良くないんだなというのが分かります。意外と便利に使っております。あ、そうそう、例えばですね、風邪ひいた時に背景に、こうやってね、手の親指にお灸をしようかと思って、ここ隙間が空いたりするんですね。そういう時にはこっちの方が意外と密着して温めることもできます。まあ、お使いになってみてください。